トレイルランニング大学。今回はストックの必要性について話していきます。ストックというとよく登山家の人が両手に持っている棒状のものですね。あれがあるとまあ確かに楽にはなるんですけれども、そうではない場面もあるのでそれについて話していきます。ストックが一番有用なのは登りですね。登りでストックがあるとだいぶ楽になりますね。まあ、ざっくり3分の1もしくは半分ぐらいの負担軽減になりますね。要するに少ない体力、筋力で登れるようになるので、登りの時は非常に楽になりますね。下りは下りで4本足で下れるので、ある程度スピードに乗った状態でも棒でね、ストックで進行方向を補佐しながら進んでいけるので、要するに走りに安定感が出ますね、ストックがあると。ただ難点なのが平地だと邪魔になるので、そのストックが重りになるんですね。なのでその重りをずっとゴールまで持っていくのかっていうと、そこは難しいところではありますね。なのでストックは確かに楽ではあるけれども、全ての場面で楽なわけではないので、事前に自分が参加する大会がどんなコースなのかよく見ておく必要があります。よく大会なんかではコースマップ断面図みたいなのが載ってるんで、それで上りが多いのか下りが多いのか、それとどのくらいの斜度角度があるのかを見ておくといいですね。まあ、もちろん実力がある方ならストックなしでもいけるんでしょうけど、この動画は初心者向けの動画なんでね、基本的にストックを使った方が少ない体力でゴールまでいけるので、それがメリットですね。ただその反面、平坦とかあんまり使えない場面でもずっと持ち続けなければならないので、それが難点ではあります。あとザックによってはストックを収納しづらい、まあサロモンのザックなんかだと、まあ、横につけたり腰部分に横につけたりするのとか、あとはザックの種類によっては縦につけるものもあるんですけど、それが対応していないものだと結構大変ですね。破折ねなんかだとストックを手に持つのが禁止だったりするので、その辺事前に確認が必要ですね。以上、ストックのメリットデメリットでした。チャンネル登録、あとはトレイルランニング大学のフォローよろしく。